綺麗な人にやってもしゃあないじゃないですか。僕これ綺麗に見えるでしょ。ちょっと今先ほど営業終わって急遽ちょっとトリートメントの効果っていうのをちゃんとねみんなに知ってもらおうかなと思いまして、そのためには自分の髪の毛を利用させてもらわなあかんなと思いまして、某市販の、っていうシャンプーを4回自分の頭に施しまして乾かしたんですけど、ちょっとこのボロボロ状況ですね。今ちょっと見ていただきたいのが、もうね、皆さんね、やっぱね、ハイトーンカラーしてる人は、こういうのを見たかったと思うんですよ。トリートメントしてるとか、まあ、YouTube とかで上げてますけど、結局ね、もともとね、髪の毛綺麗なんですよ。綺麗な人にやってもしゃあないじゃないですか。もうね、通らないですね。手串もね、引っかかるんですよ。ガリガリっと。いつもはね、ちゃんとケアしてるんですけど、これね、ちょっと今回ね、みんなにね、うちのトリートメントの良さっていうのをちょっとほんまに知ってほしくて、もう市販の、通らないです、ほんまに。まず、あ、切れた。危ないですね。で、このトップがね、これ切れてしまってるんですよ、これ。皆さんもね、こうならないようにね、ちょっとね、日頃のケアをしっかりしてほしいんですよ。っていうので、トリートメント、オッジョットの良さを、本当に届けたい、皆さんに。見てほしいので、ぜひ最後までね、見逃しなくね、ちょっと見てください。このボロボロさ、すごい乾燥してるんですよね、毛が。シャンプー台に行きます。トリートメントしていく前に、まずジョットのシャンプーっていうのをやっていってから、トリートメントの水分補給コースっていうのを、自ら自分でしていきたいと思います。で、見といてください。しっかりね、乾かすときどうなっているのかとか、そういうのを見ていただきたいと思うんで、これで、オッジョットしようか、他のをしようかっていうのを、すごい決める、キーポイントになると思うので、もうこれからね、トリートメント迷わず決めましょう。ほんまにこのハイトーンカラーで、結局、治るかどうかっていうの分かれば、話早いですよね。うん。やっていきます。まずはこれ髪の毛をね、プレーン。濡らし終わると、続いて、オッジョットのシャンプー。こちらのね、モイスチャーシャンプーっていうのを、使っていきたいと思います。これはすごいね、柑橘系の香りなんですけど、先ほどシャンプーしたからよう泡立つわ。泡立つ泡立たない の、 意味、何をしてる人は泡立ってるのか、泡立たない人は何が原因なのかっていうのを解説しますと、油分が多かったら泡立たないんですよ。油分が少なかったら泡立ちやすいんですよね。決め手はお風呂入ってない人、これ非常に泡立ち悪いです。僕はなんでこんだけ泡立ってるかというと、先ほどシャンプーを4回したからです。オッジョットに関しては、シャンプーにアミノ酸が入ってますので、シャンプー中に栄養補給ができるんですよ。なので、この状態で置いていただいてもいいです。ちなみに、シャンプー売ってるんで、チェックしてみてください。流します。で、コーミングしてもいいですわ。これジャンボ大きなコームで、くじが通らない方、通らないな。はい、ということでこれで流しますね。シャンプーが残ってないようにしっかりと流すようにしてください。はい、ここからあんまりね絞らなくていいんですよ。本当に結構絞ってトリートメントつける人いますけど、絞らなくていいです。ここからは水分補給コースのお店でしかできないコースをやっていくんで、一個ずつちょっと説明しながらやっていきます。まず僕がつけるのはこれ VCM と呼ばれる、こちらのね、液体。こちらは、髪の毛の浸透するような道を作ってくれるものになります。ベゼル CMC ミストって言うんですけど、一応販売もしてるんですけど、一応ここに出しておりますね。ここですね。こっち？はい、その後は、こちら CH って言うんですけど、こちらが、っていうのはね、残留アルカリっていうのが残るんですよ。その残留アルカリを、トリートメントしなかったら、その残留アルカリが残った状態で家帰ると、やっぱりその残留アルカリっていうのはね、ダメージを進めていくんで、結構やばいんで、その残留アルカリっていうのを除去してくれます。あとはカラーの匂いとかね、そういうのをね、取ってくれます。続いて PU。これは、PPT みたいなもんで、トリートメントの浸透率をアップさせます。要は染み込みが良くなるんですよ。こちらとちょっとね、役割は似てるんですけど、これはね、浸透する道を作るんですよ。で、こちらは浸透を良くするんですよね。しっかりグッと入ってくるのが PU になります。
この次がマスク CMC ミルキーっていうのとスキン CMC オイルっていうね、カラーの染まる部分に入り込む栄養になります。いつもお客さんにやってるので変な感じです。これでね、髪の毛はね、ちょっとねちょっとしっとりしてくるんですよね。続いてボーン CMC クリームっていう骨組みを作ってくれるんで、要は髪の毛ゆるやか、もうふにゃふにゃな毛とかはしっかりさせてくれます。こちらね、あんまりね毛先にねつけ込みすぎるとバリバリ重たくなるんでちょっと注意が必要なんですよ。で根元とかはあんまりつけない方がいいですね。こういう綺麗な髪の毛の人とかはつけすぎると重たくなる原因になります。でもね、ハイトーンカラーとか僕みたいな人はもうしっかりつけてもらって結構なんですよ。もうね髪の毛自体が強くなってくれるんでしっかりつけてもらった方がいいですね。じゃあ続きまして HB ポリフェノールですね。その栄養を入れた髪の毛の部分蓋をします。これちょっとかけすぎるとね硬くなりすぎるんで。で続いてこちら AA キューティクルになります。髪の毛にツヤを復活させるんですよ。その次に、先ほどの MCM っていうトリートメントとオイルっていうトリートメントをキューティクルの表面の上につけていきます。ちなみにオイル 18MEA っていうキューティクルに必須な成分が、ね、しっかり入ってるんで、もうすごい高級トリートメントなんで、まあ、参考にしてください。で最後ヘアマスクですね。これモイスチャータイプ、こちらは家庭で使えるやつなんでここに載せておきます。こちらね、基本的に買えるやつと買えないやつがあるんですよ。でなんで買えないやつは、なんで買えないのかっていうと、不本意に使ってしまうと髪の毛がベタベタになったりとか重たくなったりとかするので、一般の方が使うのにはちょっと不向きかなと。だから美容院でしてもらいましょうねっていう意味で販売してないですよ。買えるやつはお客さんでも使っていただいて結構ですよ。使い物トリートメントになってますんで理解しておいてください。はい、でここまでできましたら流します。手触りはね、そこまでめちゃめちゃしっかりね、まだわからない状態なんですよ。で、時で一応こんな感じですね。ちょっと乾かしていきます。全然ちゃうわ、ここは。このね、感覚はね、もうやった人にしかわからないんですけどね、手触りをね、なんとかしてこう伝えたいっちゃ伝えたいんですけどね、この髪の毛一本一本がしっかりした感じ、もう結構ボリューム出やすいんですよ。髪の毛がボカーンと広がりやすいんですけど、すごいボリュームもね、収まってくれてます。後ろもね、こうやって使うときサラサラな感じで、はい、ってことでどうですか、これアイロンしてないんですよ。すごい、まとまりましたよね。ほら、くしもしっかりこう通ります。くしもね、しっかりこう通ります。ちょっとパッチリ言うたけど、くしのも乾きましたね。どうですか、ちょっと若干ね、こう跳ねてるようなところが、やっぱこれどうしても毛先の毛ですね。これがね、現実ですから、ここまではちゃんと治ります。街歩いてたら普通に、あの人綺麗なっていうレベル、あの人サラサラ髪の毛綺麗なっていうレベルまでは行くんですよ、もうちょっとで。だからここまでやったらもうね、楽なんで、普通
通に綺麗に見えるでしょ、こうやって。で、綺麗な感じじゃないですか。まっすぐすぎてちょっと気持ち悪いけど、もう本当に落ちちょってやった方がいいですよ。いや、ほんまにハイトーンカラーに対応してる。僕やったの今、やったの水分補給コースっていうね、コースをしたんですよ。よりね、ちょっとさらに上の、栄養補給コースっていう、ケラチンとコラーゲンを入れるやつとか、フルコースっていうのが、まだ上にあるんで、それしたら、もっとこの毛先のね、バサつきとかも、収まりが良くなって、実際ね、ほとんどの方に満足いただいてます。ので、ぜひね、僕的にはトリートメントとかシャンプーね、うちね一応これ取り扱いあるんですけど、実際ねやっぱりさっきお店でやってほしいです。トリートメントを味わってもらって買ってほしいです、うん、店舗商品で買うっていうのも別にあり悪くはないんですけど、やっぱり実感してるのと実感してないのでは、まあ、全然違うんで。はい、じゃあ今回は以上になります。ありがとうございました。